にちは、かっちゃんです。宇治抹茶ということで、今日はこの遊戯場さん、夏にぴったりの冷たいワンタンのつまみとほうじ茶とかのお茶系スイーツ、ゼリー、やプリンなど作ってほしいですというコメントいただきましたので、暑くなってきてヒヤッとしたスイーツが美味しくなってきたと思うんですけど、ほうじ茶はこの間やったので、今日はお抹茶系スイーツを作ろうかなと思いまして、スイーツ作りもこの暑くなってきた夏場でも電子レンジで火を使わずに手軽に作れる電子レンジで簡単八つ橋と白玉のお抹茶パフェを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。粉ゼラチン 5g、 水大さじ2を加え15分ほど置いてふやかしておきます。牛乳 200ml を 600W の電子レンジで1分30秒加熱し、温めたら粉末グリーンティー小さじ3を加え、戻しておいたゼラチンを加え 600W の電子レンジで1分加熱し、ゼラチンをしっかり溶かし合わせたら茶こしでこしながら液体を流し入れていきます。流し入れたら冷蔵庫で冷やし固めておきます。はい、では次に電子レンジで簡単八つ橋を作っていきます。白玉粉 20g、 上新粉 30g、 水 80ml を少しずつ加え混ぜ合わせていきます。ダマなく混ぜ合わせたらグラニュー糖 20g を加えよく混ぜ合わせ、ラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱し、一度取り出し全体をムラなく混ぜ合わせ、ラップをかけてさらに600ワットの電子レンジで1分加熱します。生地が半透明になったら濡れ布巾の中で揉みまとめながら生地を滑らかにしていきます。生地が滑らかになったらクッキングシートの上に乗せ、上から抹茶パウダーを振りかけ、上からさらにクッキングシートをかぶせ、綿棒などで伸ばしていきます。生地の粗熱が取れたら全体に抹茶パウダーを振るっていきます。はい、ではちょっと不格好になっちゃったんですけど、こんな感じで八つ橋は完成なので、またトッピングするときに切りながら使っていこうかなと思います。はい、では次に電子レンジで簡単団子を作っていきます。上新粉 50g、 砂糖 10g、 水 70ml を少しずつ加え混ぜ合わせ、ラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱し、全体をよく混ぜ合わせ、600ワットの電子レンジでさらに1分30秒加熱していきます。加熱し終えたら濡れ布巾の上に生地を取り出し、生地が滑らかになるまで練り合わせていきます。生地が滑らかになったら手を水で濡らし、1個 10g 程度の大きさにちぎって丸めていきます。はい、ではお団子が出来上がったら乾燥しないようにラップをして冷蔵庫で冷やしておきます。はい、では今抹茶プリンがこんな感じに固まったので、牛乳 100ml にグラニュー糖 15g を加え 600W の電子レンジで1分加熱し、先ほどと同様にふやかしておいた粉ゼラチン 5g を加え 600W の電子レンジでさらに1分加熱し、ゼラチンを溶かし合わせたら牛乳 100ml、 バニラエッセンス1滴を加えよく混ぜ合わせ、固まった抹茶プリンの上に茶こしでこしながら流し入れていきます。牛乳を流し入れたら冷蔵庫で冷え固まるまで冷やしておきます。はい、では今ミルクプリンが固まったので、作っておいた八つ橋の生地を適当な大きさに切っていきます。八つ橋を乗せたら市販のホイップを奥に絞っていきます。ホイップの手前に作ったお団子を乗せていきます。団子を乗せたら手前に腕小豆を乗せていきます。最後にホイップの上にほんのりきな粉を振りかけていきます。ほんのりというかもうダバダバやな。ダバダバきな粉、略してダバきな。オッケー。はい、ではこんな感じで電子レンジで作れる簡単抹茶スイーツ、八つ橋と白玉の抹茶和パフェの完成です。
はい、じゃあ今こんな感じでできました。はい、では今回は火を使わない簡単抹茶スイーツ、抹茶ワパフェを作ってみました。それでは本日は抹茶オレで乾杯。くーうまっちゃ。じゃあ早速いただきましょう。今回はね、コンビニとかスーパーに売ってある感じをイメージして作ってみました。ちょっとうまっちゃ。うん、パフェというかプリンみたいな感じなんですけど、電子レンジで簡単に作れるので、市販のお抹茶ジュースが作れるような粉末結構売ってるので、ああいうのをうまく使いながら作るとすごくね、手軽に簡単に美味しい抹茶プリンが作れると思います。全然、ね、市販で売ってるような抹茶オレとか使って作ってみても美味しく仕上がると思います。牛乳プリンも本当牛乳あればすごい簡単に作れるので、夏はねちょっと暑くなってくるんで、生クリームとか入れずにこういう感じで牛乳であっさり作ると美味しく食べられると思います。八つ橋とね、あんこをいただきます。ギヨン何ギヨン。うん、八つ橋も本当電子レンジですごい簡単に作れるので、上新粉と白玉粉があればすごく簡単に作れると思います。ちょっとね、あんことか乗せたんで、あんこと一緒に食べるとちょうどいい具合ですね。うまたま。この間ダッチブレッドを作った時に上新粉をたくさん使ったので、ちょっとね、上新粉多めに余ってたので、お団子は上新粉で作ったんですけど、白玉粉なしでもすごくね、もちもちで美味しいお団子が手軽に電子レンジで作れると思います。うん、はい、ということで今日は火を使わない電子レンジだけで作る抹茶ワパフェを作ってみた動画でした。抹茶系のスイーツ結構コンビニとかでもよく出てて、すごく人気があると思うんですけど、こうやって電子レンジでも手軽にすごく爽やかで美味しいお茶系スイーツが作れると思います。これから暑くなって食欲がなくなってくる時でも、プリン系って結構スルスル入ってくので、そんな時でもすごく手軽に食べれると思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いしまーす。シャバダバイ抹茶。残りのお団子で作った醤油団子。スイーツもいいけど辛いのもいい。